仙台小槌銀とは、文久3年に発行された銀貨であり、幕末期の地方貨幣の一種である。仙台小槌銀仙台小槌銀は、楕円形粒状の形状で、豆板銀を放出させるもので、縦6分横5分程度、両目は2.2問目前後であり、二種通用との説もあるが、1分銀の両目に近く、 豆板銀と異なり、ほぼ一定であることから一分通用とも言われる。銀品位は不明であるが、かなり高品位であると推測され、難量と呼ばれる上銀に近いものである。表面には、内根の小槌の模様の中央に、文球の極印が打たれ、中造時期を表しているものと思われる。裏面には中央に、銀山の洋国と右側に、 千の陰国国陰が打たれ、仙台藩のものであることを意味するが、銀山については、鋳造地を示すものと考えられているもののどこの鉱山であるかは特定されていない。大量に製造された形跡が確認されておらず、内での小槌の模様があり、貨幣としては手の込んだ作りであることから、流通目的よりはむしろく敵的銀貨であるとの、見方が大勢を占めている。現存するものは、 摩耗がほとんど見られず、ほとんど流通していないことを示唆しているが、依然として、発行目的などが未解明の貨幣の一つである。発行は、文久3年と考えられるが、小槌の両側に2の文字が配置されていることから文久2年とする説も、ある。また両目が2問目であることを表すとも言われるが、実際には2問目よりやや課題である。ありがとうございます。